皆さんはノミっていう小さな虫知ってますか？ノミが体につくととっても痒くなって、ワンちゃんや猫ちゃんは痒くて痒くてたまらなくなります。そんな悪いノミがつかないように、今日はつけ薬をつけたいと思います。これがその快快になる、ノミがつかなくなるようにするお薬です。これを今からのえちゃんのお背中にちょんちょんってつけます。なんでお背中かというと、のえちゃんがペロペロできないようにお背中につけます。もしおててにこれをちょんちょんってつけるとペロペロして舐めちゃうでしょ。だからお背中につけようと思います。のえちゃんのお背中につけますよ。ちょん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 。あとは乾くまで待てば大丈夫。これでノミがのえちゃんの体につきません。もう一つ、フィラリアっていうニョロニョロした虫がいるの。蚊に刺されると、そのフィラリアっていう虫が心臓に入って心臓に悪さをして死んでしまう時があるので、いや猫ちゃんは蚊に刺されてもフィラリアにやられないように、それも予防するお薬を飲みます。これがフィラリアを退治する薬です。もしのいちゃんが蚊に刺されても心配にならないように、これも飲ませたいと思いますよ。のいちゃん、この薬とってもまずいので、またのいちゃんの大好きなチーズに入れました。キュッキュッ。のいちゃん食べてくれるといいな。のいちゃんどうぞ。食べてくれました。よかった。のいちゃん、お散歩行っても大丈夫だね。よかった。